マーティン家失踪事件は、アメリカ合衆国オレゴン州ポートランドのマーティン家が、1958年12月7日の日曜日に、クリスマスのデコレーションのために青葉を集める日帰り、旅行中に、ワシントン州コロンビアリバーゴージで消息を絶った事件。行方不明になったのは、ケネス・マーティン、妻・バーバラ・マーティン、および3人の娘、バービーこと、バーバラ、スーザン、およびバージニア。 一家の長男ドナルドはアメリカ海軍に所属し、彼の家族が姿を消した時ニューヨークに配置されていた。失踪の数ヶ月後、スーザンとバージニアの遺体がコロンビア側の岸で互いにおおよそ30マイル離れて発見された。警察は最初、一家の車が川に突っ込んだのかもしれないと推理したが、事件を取り巻く状況は十分に説明し得なかった。 なお一層事件を複雑にしているのは、一家の失踪の翌日、地域内の盗まれた拳銃の発見と二人の前科者の逮捕であった。捜査官は、これらの事象が何らかの関係しているかどうかは決めることができなかった。ケネス、バーバラ、及び長女、バービーの居所は、不明のままで、彼らの乗り物はついに回収されていない。一家の失踪は、オレゴン州市場の 大変不可解な謎の一つと評されている。1954年のフォードカントリースクワイアマーティン家の車の同年同モデル1958年12月6日土曜日の晩、ケネス・マーティンとバーバラ・マーティンはクリスマスパーティーに出た後、オレゴン州ポートランド、ノースウェストのローズウェイのノースウェスト57番街の自宅に戻った。夫婦は 翌日の田舎への日帰り旅行の計画を立てていた。12月7日、日曜日、午前も遅くに、ケネスとバーバラは、3人の娘、バービー、スーザン、およびバージニアと共に、1954年型のクリーム色と赤のホードカントリースクワイアステーションワゴンに乗って、自宅を出た。長女バービーは、グラントハイスクールの一年生であった。一家の長男ドナルドは、 アメリカ海軍に属し、当時ニューヨークに配置されていた。一家は東に向かってドライブし、コロンビアリバーゴージに入り、そこでクリスマスリースとデコレーションを作るために青葉を集める意図であった。マーティン家の人々がその日1日明確にどこにいたかという知識は希薄である。ガソリンスタンド経営者ディーン・バクスターは自分は 一家が午後4時頃彼らの自宅から約40マイルのオレゴン州カスケードロックスの自分の店でガソリンを買った時に彼らに会ったと報告した。バクスターによれば彼は彼らがガソリンを買った後彼らの車は東に進み続けたことを思い出した。一家はその後まもなくまたカスケードロックスの約20マイル東のオレゴン州フットリバーのレストランで目撃された。また、 行きずりの運転者らの報告によれば、一家は日没の頃、ワシントン州のコロンビア側の北岸の未特定の地点で目撃された。その日、一家を見た目撃者らによれば、ケネスはジッパーで締められる単側色のジャケット、黒っぽいスラックスを、バーバラはネイビーブルーのコート、格子島のジャケット、そして黒のプリントドレスを着ていたと伝えられる。バービーはカフをロールさせた。 ジーンズ、ベージュのコートという服装であったと伝えられる。マーティンのポートランドの自宅フットリバーザ、ダレス・マーティン家の人々は、オレゴン州、フットリバー地域で最後に目撃されたが、タイヤの痕跡は彼らの車が、コロンビア側に沿ったオレゴン州ザ・ダレスにいたかもしれない、ことを示すケネス・マーティンが、12月9日、火曜日、電気会社の職場に報告しなかった後、 一家は公式に行方不明と報告された。警察は不正行為の形跡を求めて住まいを捜査した。家はそのままの状態にされていた。洗濯物の塊がまだ洗濯機の中にあったし、前日の食器がキッチンの乾燥棚に残されていた。また、マーティン家の複数の銀行口座にはかなりの額の金銭もあった。マルトノマ軍とフットリバー軍の両警察が捜索を、 行ったが、いずれも、かなりの手がかりを生み出すことができなかった。カリフォルニア州ベニスで登録された、盗まれた白のシボレーが、マーティン家失踪の当日、カスケードロックスで見つかったが、マーティン家の乗り物と一致しなかったため、警察によって、退けられた。1958年12月28日、日曜日、女性用グローブが、 打ち捨てられた車の近くの現場で発見されたが、一家はそれはバーバラがはめていたとされるグローブと似ていると述べた。しかし、それは彼女のものであるとはっきりとは確認されなかった。車のそばにはマイヤーフランク百貨店から盗まれた38、後継コルトコマンダー拳銃も見つかり、それに続く12月8日のフードリバー軍の車泥棒の前科者2人の逮捕は、 さらなる疑いを生んだ。これらの事情がマーティン家の失踪と何らかの点で関係があるかないか決めることはできなかった。1958年12月31日水曜日にある男が警察を呼んで自分はマーティン家のと一致する乗り物がバルドック高速道路を失踪しているのを見たと報告した。警察は高速道路で警戒していたが車を探し出すことはできなかった。 一家の失踪の3ヶ月後、ボランティアの創作者がオレゴン州座、ダレスの近くの崖から始まっているタイヤの痕跡を見つけたが、これはマーティン家のフォードスクワイアのタイヤと一致したと報じられた。これは日暮れ時に一家が川の北岸にいたとする目撃報告と矛盾し、これは一家が川を渡り、フットリバーブリッジ経由でフットリバーに入ったか、それとも、 ブリッジオブザ・ゴッズ経由でカスケードロックスに入った化して、それでワシントン州内に入っていたことを示すだろうが、それぞれダレスの西24マイルと42マイルである。バージニアの遺体は、一家が目撃された地点から46マイル近く、離れたボンネビルダムの近くで発見された1959年5月1日、金曜日、タイヤの痕跡が報告された3ヶ月後、 ダレス近くの川の草クリングがその怒りに何かかなりの重さのものを引っ掛けたと報じられた。しかし、それは無理やり移動させられてから水面に引き上げることができた。5月3日、日曜日、スーザンの遺体がダレスから約70マイル離れたワシントン州キャマスの近く、コロンビア川の北岸で発見された。翌日、バージニアの遺体がダレスから約46マイル離れた。 ボンネビルダムの近くで発見された。スーザンの遺体はワシントン州クラーク軍検視局に運ばれ、それから両方の遺体を冒険するためにポートランドのマルトノマ軍に移された。冒険に先立って指紋を取った専門家の一人は検視官にこれら少女のそれぞれの頭部の弾丸の攻撃と彼らが考えたものを示した。しかし検視官の報告によれば そのような負傷は見つからず、少女らの双方の死因は公式に歴史と公表された。当時フットリバー軍の保安官、ルパート・ギルムートは、クッサクリグが川床で、マーティンの車をひっくり返し、ドアの一つを無理やり取り外し、スーザンとバージニアの遺体を逃げさせ、下流に向かって浮上させたのではないかと疑った。水域のそれ以上の捜索は、その後、ヘリコプターでなされたが、 実りはなかった。ケネス、バーバラ、及びバービアの捜索は、その後、捜索潜水夫が危うく歴史しそうになった後、中止された。スーザンとバージニアは、一家の自宅の近隣のポートランドのローズシティセメタリーに埋葬された。警察は、一家は、ケネス・マーティンが車を川に突っ込ませた結果、死亡したかもしれないと理論付け、また別の説では、一家は誘拐され、 崖の側面から川に無理やり突き落とされたと考えた。マルトのマグン警察は、一家の乗り物が入念に崖から押し落とされたことを示すタイヤの痕跡の証拠に基づいて、マーティン家の人々の失踪における不正行為を一貫して疑った。また厄介なのは、ワシントン州の川の北岸で日暮れ時に、一家の目撃と報じられたものであり、一方では、タイヤの痕跡は彼らを オレゴンの川の南岸に置いた。このことは、日暮れの後に車が崖から落ちたのであろうことを示唆するだろう。一家の失踪の翌日に、地域でフットリバーで前科者二人が車泥棒で逮捕されたことも注目されたが、警察はこれらの事象が関係しているかどうか決めることはできなかった。ケネス、バーバラ及びバービーの遺物は未発見のままであり、 彼らの乗り物は見つかっていない。ありがとうございます。